移動が苦しかったなって。それ以外は本当に何ていうか楽しく朗らかで、最初はねカラーコンタクトのかやちゃんと見つめ合うことが5秒しか無理だったんですけど、最近は40秒大丈夫です。ミッチでした。チャオ。ありがとうございました。及川さんはじめ共演者の皆さんが本当に優しくて本当に温かく迎えてくださるから、楽しく現場に来ることができました。もう皆さん本当に大好きです。ありがとうございました。僕は3話から、途中参加させていただいて、まあ、本当に最初馴染めるかなって不安だったんですけれども、本当に皆さんがこう支えてくださって、こういい空気の中でお芝居させていただきました。ありがとうございました。ついに最終話、殺人事件の話をしましょう。最強の敵と対決。思い出したのか、君は運が殺されるよ。絶対だ。クリスマスはジョーズとスイッチ。